メンハンホールディングス株式会社はメンハングループを統括する持ち株会社。本社は東京都新宿区本店を長野県飯田市に置く。参加企業にはホームセンターを展開する株式会社メンハン、ホームエイドなどがある。1598年創業の渡屋を前身とし、代々の当主がメン屋ハンサブローを襲名していたことがメンハンの由来となっている。 明治初期には金物店に転換し、その後も時代に連れて事業の場を変えている。現在では小売り、建設、貿易分野が主な事業となっている。メンハンソリューションズ株式会社は建築工事、土木工事、緑化工事や建築鉄骨の製作及び工事などを行う企業。自走式立体駐車場、ステージ U、屋根外装リニューアルを主軸に展開している。 遠隔事業所本部事業、拠点製造拠点開発拠点し、会社面販トレーディング株式会社は、医薬品や化粧品原料などの輸入、販売を行っている。製薬研究所を持ち、新薬の開発研究も行っている。遠隔事業所愛知県市宮市を中心に5店舗、展開するスーパーマーケット。旧、岸ショッピングセンター。 メンハングループ共同仕入れ会社。2017年に新設。メンハン後期株式会社は、外装、内装工事や鉄筋、鉄骨工事を行っていた企業。旧会社が持ち株会社に移行したことで新たに設立された会社で、吸収合併され、メンハンソリューションズとなるまで、明治から続くメンハンの事業を引き継いでいた。遠隔メンハン、インテック株式会社は、 土木工事、緑化工事、橋梁工事などを行っていた会社。遠隔社会福祉法人面犯の原石前会は、長野県飯田市で各種老人福祉施設を運営している。遠隔施設流教育英会は、南新州地域の高校進学希望者を対象に、日本育英会に準じた支援を行う育英会。免犯グループの出資で1五十三年に設立された。 平成28年度末までの言い出しからの小学生は延べ744人。ありがとうございます。